全国のモルクファンの皆さん、こんばんは。モルククラブ JP、ハルスプリング JOKT、OK、です。えー、久しぶりっていうか、その前を知ってる人がほぼいないと思うんですけど、ケンス・ソッモルクっていう講座的なやつの4つ目をやります。よろしくお願いします。で、これ試合はいつだったかの一応大会ですね。IMGP の予選のどっかだったと思います。 でこれすごいプレーとかが何か出るわけじゃないんですけどた,ただただ変な試合だったなっていうのでご紹介したい試合ですでこれルールとしては特に、えー、合計点ではなく何ゲームと選手したかって書いうのなので特に点数の積み重ねは気にせず1ゲーム1ゲームやってくっていう形ですねでこれ僕から8点取ってきますまあブレイクは下手くそなんですけど で、このアキさんのブレークはうまいと。やっぱりセカンドブレーク、サードブレークとかっていうシチュエーションでこういう点数を取っていけるといいですよね。でただただ左に11が出てるので、落ちたん。落ち選手は11番を打っていきます。これ意識としては皆さん振り方でわかると思うんですけど、当てながら飛ばしましょうね。相手に取りにくくしましょうねっていうところですね。いわゆるモル っていう点数が独り占めを狙おうとしたようなシチュエーションですね。まあ飛ばせなかったので当然私も11番取りに行きますと。でここで3人が何を考えているかっていうと、まあ、11は押すのは当然なんだけどどこまで11を押し合えるかなっていうところをそれぞれ考えてます。で3人の中でそれぞれぞ ああ、俺は7メートルまでかなとか、10メートルまでこれだったり行こうかなとか考えている。距離が違うって感じですね。アキさんと大じさんは、まあ、ロングレンジ得意なので、少々飛んでもまだまだ11を狙い続けていくっていうスタイルの2人です。で、それを、アルスプリング選手、僕も理解はしてるので、 まあ張り合おうとせず手前にある集団からですね何とか点数取れたらいいなっていうふうに考えつつまあ11も距離が空いてなければ通りに行こうかなって考えてるんですけどまあこのおじさんが外してるのも見つつまあ前の人外してるしなーって考えて手前を取りに行きますでこんな感じでちょっとばらけてる ガシャってあるじゃないですかこれのコツとしては、えー、と力の入ってる灰狙いはそんなに関係なくて手前のスキットルの足元を狙いましょうっていうのが一応コツちゃコツですねスキットルって足元一番根っこのところを当てるとそんなに飛ばないんですよね逆に上の方とかど真ん中いわゆる芯って言ってるんですけど そこに当たるとよく飛んで大きな点数が出ちゃうのでなるべく根っこを狙うようにブレイクしてます。これ2ヶ月前ぐらいなのでもうフォームも全部違うからまた今ガシャのコツはっていうと全然違う話になっちゃうんですけど共通してるのはそこかなと思います。でアキさんの選択面白いですよね。もう一回ガシャ狙いたけど毎回11取りにいってる。やっぱりロングレンジ得意な人はノーミスだったらどんどん行きましょう。 いいようなところ。でおじさんはは水なんですけど取りに行くんですよね。ここら辺がやっぱりそれぞれの考え方の違いかなと思います。で自分とかもう G1 はあんぐらい遠くなってしまったら、まあ、ラスト1回では狙うけど、この中盤でそこに勝負行くのはちょっとまあ、もったいないかな、というリスク高いかなっていう考えて、手前からどうやって点数積み重ねられるかなっていうのを考えていきます。 一応26点なんで今右後ろの手段右後ろですね12番が出てるんでそこを狙ってもいいんですけどまあミスをしてさらに12が出ちゃった時に自分のゲームが終わってしまうのでもう一回ガシャで点数をちょっとずつ乗せていこうかなっていうような考え方でこれ投げてます。また根っっっっこを狙ってって感じですねで、えー、と横に広がって ていくんですよモルックのスキットルってあのガシャを連続でし続けてるとそうした時にどうやって点数取っていくかっていうとあのボーリングと多分同じですボーリング上手い人ってなんかカーブかけて曲げて真ん中に入れるじゃないですかで真正面からまっすぐ真ん中に投げると両端のピンが残るじゃないですかあれと同じなんでちょっと とモルックの棒を斜めに差し込んであげると横にわーって広がってる、えー、スキットルの束がドミノ倒しみたいな感じで倒れてくれますオーーおっさんとか本当このゲームの感じだと後ろしか狙わないですよねこれはこれで一つの考え方ですてかむしろそういうロングレンチとか からどん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 片付けていくっていうのが主流かもしれない自分のやってる耐え方の方が多分主流ではないと思うでとしては後ろが遠いんで手前にちょろっと出てる9番を狙ってるんですよ、まあ、ただ当たらずにこれ左にそれて、まあ、偶然にも運よく7番だけ倒れてますねでこれで38点になる変なゲームなんですよねこれ アルスプリングとしてはうまくいったショットって序盤の11番簡単なとこ取っただけで他のショットで全部うまくいってないんですけどなぜか38点取れてるっていうのがまモルクの変なところででアキさんは9番狙いに行ったんですけど弾んで12取って38点乗せちゃうんですよこれもモルクの変なとこですよね <laughs> どっちも12で上がるようになっちゃって アキさんがこの12取らないで38点に乗せなければ多分自分次のターンで12番右後ろに出てる12番を何とかふわりで狙いにいくってことをするんですけどアキさんが38点乗っちゃったってことは自分がミスったらアキさんに全部取られちゃうよねっていうことで,で出しにくくなっちゃうんですよ。<ー> <laughs> さんが偶然にも 12番倒してさえいなければ私は次12を狙ってたんですけどこれ狙わないんですね次何をしていくかっていうとえー、っとそろそろポイントが出ます左端のこの5番ですねをまず片付けて次真ん中の集団の左端7番が出てるんでそこを取ろうかなっていう意識でいます でこれ2本倒れちゃうんですけどオプションとしてこれで10番が出るんですよ自分で10番を出しにいってるっていうイメージですね5番と10番を倒しちゃえば2本出てで10番が今出てる状態左端の4と10が2本並んでるところですねが出るんでまあミスにはなるんだけど常に 勝てる状態を作っておきましょうねっていう考え方でやってますね多分これ言ってる意味がよく分かんないと思います <laughs> すいませんアキさんはこのラストショット12は外してしまいますまあそのラストショットの12止めないのとか自分で12取りに行かないのかっていうふうに言われちゃうんですけどいわゆるミスマッチって行動ですね ミス待ちって言っている言葉だけどミスを待ってるわけじゃないんだよね。この辺のニュアンス伝わるかな自分にとっては上がりを二等で作ってる、刻んで上がろうとしてるけど、それを別の角度から見たらミス待ちって言われるよねっていうだけの話。 でこれ縦で10番ちゃんと狙いに行くんですけどめちゃくちゃ縦投げが下手くそにやってたのでなぜか5本も倒れますで左端に5が出ますわけわかんないですね <laughs> で自分としては一応5で上がれる状態は作れてただアキさんも10番か 一応見えてる状態なんで、これ当然狙いに行きますよね。っていうような状態って言ってます。だこれはちょっとうまくいかないっていうところですね。まあ、後ろにもあって、前にもあってってとこ取りに行かなきゃいけないんで。まあ、秋田に今ストレートで投げてるんですけど、バックハンドでスラッス。<laughs> かすらせるぐらいしかうまくいく方法はなかったんじゃないかな、まあそんくらい難しいショットだと思います。まああれ外すのはしょうがないです。で、落ち選手は、えー、残り11手の上は遠藤の11ですね。散々叩き続けてる11番なんですけど、これを外すと私が手前の5番で上がれちゃうよって状態になってるんですよね。だから ここスパッと切り替えて11あんだけ遠くなっちゃってるので自分のディフェンス考えて5番を押しに行くのかやっぱり上がりたいな11に行くのかっていうところはまあ個人の選択肢の違いになってくると思いますこの辺はねこの辺もうーん正解はないです ちょっとここの11番だと難しいな、まあミスも何回もしてるしなって考えてスパッと切り替えに行くっていうのは、パッとディフェンスに切り替えていくっていう全然ありだと思うしね。で、私は5番で上がりだったんですけど、外します。まあ散々、運だけで点を積み重ねてきたこ <laughs> この末路ですね。<laughs> まあ、もる変この試合が変な試合ってったのを象徴するようなとこなんですけど。 でラストが10番。これアキさんがしっかり取ってきます。これでゲームですね。まあ、このゲーム特にわかりやすい教訓とかこうしましょうっていうのはないんですけど、言えるとしたらまあ自分の得意な分野で。 点を取っっててきましょうねねところですか、ね、3人がそれぞれ自分だったらこうするっていうのをあまり迷いなく取ってったのでそれぞれまあ難しいゲームだとは思うんですけどまあ出遅れる人もいなかったし全員ラストショットを打ったっていうようなきっ抗した試合になったかなと思います。でねまあ途中触れたんですけどミスマッチミスマッチじゃないって。 攻撃的なモルックをする人にとっては相手のミスを待って相手のミスをすることが前提とした戦術の組み方は良くないとされています、えー、ただそれはそこの、あのー、考え方において良くないとされてるだけあってベースとなるような戦術感が違えば。 よくフフフフ。と思うんでまあそしてしないでくださいというところになりますかねと初心者向けの話って言ったんですけど途中変なことをずっと言ってましてこんなゲームもありますよってことなんで円筒にこだわらなくても、まあ、勝てるとき勝てそうになるときもありますよっていう話がしたかったはずなんですけどすごいごちゃごちゃ変なこと言ってしまいました。 ありがとうございました。